はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。続きをやってまいりましょう。現在兵数146,000、これをもうちょっとですね、バシッと20万くらい、バシッとっていうのかバコーンと、はい、これ以上はボキャブラリーが出てきませんね。義はですね、194万。増えたり減ったりですね、義は。そんな感じでございます。まあ、増えてこちらにですね、うまいことを飛び込んでもらって負傷兵ゲットという流れを作りつつ、今回のゴールである徐陽、目指していきたいと思います。ただ徐陽ですね、なかなか難しそうですね。やっぱり。この山から徐陽に飛び込むところでどこで出てくるかですね、敵が。そこら辺見極めて予想していきたらと思っております。さて今回徐陽への攻略どれくらい進むのか考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。さて現在徐陽から北上する部隊、そして郭淮らですね、このまま南下してくるのか。で陽子がここに移動しましたね。なるほど、主力を長安に持ってきたか。それはそれでちょっと厄介。じゃあ A 案は弱々かな。ああそうでもないな、これ眼光はちょっと難しいですね、相手するのが。わかりました。ではここ当中当外親子の死闘をですね見ていきましょう。骨肉の争いどうなりますか。当該近づく。頭中は撃破だ。捕らえる。よーし、これでこそですよ。おっと、甲州に来たのは甘露高僧園。なるほどなるほど、高僧園と来たか。要は2万出ましたね。また諸葛丹かな、あれは。あ、出た出た。出て入る。これ謎の行動。あれ、なんでしょうね。何か途中で変わるんでしょうか。そして、徐陽から北上してまいります。これをうまくおびき寄せて兵站切りたい。で、賊が傭兵館まで飛び込みました。お喜びください。湧くかな、湧かないか。湧かせたい、聖女。喜べ。湧かせたいんだな、今。今湧かせたい。真相は湧いた。よし、邪魔をしていきましょう。南蛮最初戻りました。当中18歳、そんなに若かったのか。では東洋だ。忠義を尽くそう。さすが、父がいるならもちろん受けようという、いい息子じゃないか。聞くがいい。いい息子じゃないか。2回言いました。おーおーおお、長安14,000、徐陽が2万ですね。栄冠2万かな。結構張り込んできました。成功です。聖女出ないな。賊なかなか。お喜びください。確率かな、これは。確率かな、引きが悪いかな、難しい。まあでもそのうち出るかな。うまくいった。賊脇その2、いいぞ。ここはかなり邪魔できますね。これで陳宗も多分取るし、いいですね。でここに来たところで赤眼を怪獣、それか賊が出るか、どちらでもいい。聖女湧かない。ここは湧かないな。湧かない土地だ。一回湧いたんですけどね。湧くか。あ、湧きましたね。湧きましたけどほぼ徐陽のところ。あたか、甘露が欲しいな。で漢中攻略しますと言い出しましたね。これどうやって切るかですね。ただこの稽古ですね、ここは突破されないので、もう必然的にこっちから来るしかなくなる。なのでここで切るというのが確定ですね。ただ南蛮についてきてこっちに回ってくるっていうのがありますね。さあどうなるか。成功。聖女続空き出ましたね。お喜びください。いいですね。おっと一騎打ちだ。
緩急圏6挙。78、67、これは勝てるでしょう。なかなかね、重さはひっくり返らなくなりましたね。いつの間にか。いつからだろう。前はね、結構変な逆転があったんですけどね。飛ぶとかね、負けとるやないか。振ったなぁ。私今丁寧に丁寧にね、振りましたね。いや、まさかね、振ったことになるとはね。びっくりですわ。負けるんだ、あれが。石眼6挙兵ですね。これでうまく切れるか。成功しました。船長、挙兵しない。おっと、踏みましたね。いつもの攻守。今回舞台数多かったんで、これ大量ですよ。これだって艦中突っ込んでますね。そっちに回るか。火をつけたんだけども、おっと、これは羅剣加工和を一騎打ちに巻き込みました。74、40。これは飛ばしてください、羅剣さん。やばっこい。飛びました。その程度では相手に勝つとし。どうですか、打ち取り。久々かな、かなりの久々。てかこのシリーズあったかな、打ち取り。もう覚えがないぐらい。参ります。さてさてさて、一方傭兵官賊が仕事しました。一気に2部隊兵団切れ。ただし陽子は大前持っておりますので気をつけなければいけない。艦中11000、傭兵官これは16000かな。長征を捕らえました。竹竜が捕らえました。攻守ですね。攻守、あとはバリューセットだけですね。あ、ここにもいました。ヒーがいました。火ももうそろそろなんかなくなりそうな気がしますね。どうなんだろう、事故死みたいな、殺された死だから。どうなんだろう、寿命じゃないけども。そしてバリューセット欲しいな。バリューセットは結構ね、長生きしそう。あとここちょっと難しくなりましたね。広がってまいりました。これ切りづらいですね。とりあえず2部隊は各隊、そして大きく突っ込んできちゃいそう。一部隊は片付けましたね。で、傭兵艦の守りですね。王兵が突っ込んで、さらに後ろから諸葛角が一瞬出て後ろに行く。これでしたらですね、突っかかることがないかなと思いますね。猛角の統率は上がる。で、今キーを捉えましたよね。いいですね、あそこは。お、バリュー捉えた。いいぞ、これはいい。で、分を統率上がる。ちょっと艦中ね、難しくなってまいりましたね。分王の懐まで敵が来てしまいました。ここは引きたいところ。で、両下を出して兵端を切りたいんですが、うまくいくでしょうか。これクコドン失敗か。ほんとクコドンは全部失敗してる。今回は戻ってまいりました。火、瀕死の火、火って感じですかね。太陽ダメでしょうね。ここはファウリア。お、頑張ってますね。戦車とか苦労してます。宿友が捕らえてきたのはバリューセット重傷17歳。これは長生き。いいですね。参戦も持ってて、消防も持ってて、共同も持ってる、発明も持ってるから兵器が強いんだ。太陽、猛角殿に心中したとあっては死んだ者らに合わす顔がない。まあそうでしょうね。だって蛮族だもん、私たち。え、ホリア、蛮族に捕らわれるがいい。いけるかな、リョカ君。いけるかな、あと一歩。あれ、あと一歩がいかないよ。あららららら、予定より一歩いかなかったなんてことがあるんだ。
なんだろう、どっかでゾック発生かな。ま、次のターンでいけるかな。戻らなければいける。この人は届かない。で、ここは追いかけると。おっと、そうなんですよ。もう金がないからですね、施設団を送ることにしました。よくよく考えたらね、お金入るから、やった方がいいかなと思って。調整。よ。さて、兵站切れましたよ、ここは。この2部隊は、もう、終わりだ。一方、こちらですね。ヨーコ。ヨーコも倒せそう。撃破。捕らえない。アクアイ、おお、討ち死に、びっくりした。アクアイが討ち死にか。だいぶ骨抜きになってきたかな。で、聖女、なんと今日の同志が湧きましたね。頼もしい。しかもここの射台を壊してくれましたよ、今日の同志は。すごい。で、聖女を取るんでしょうね、これ。たまらないですね。クシャーナに着きましたね。有効度だいぶ下がってました。947に回復。もう一回やってね、アシュラ人の賞いっぱいもらいましょう。あと艦長ですね、エイカンがこれ突っ込んでまいりました。ここは難なくですね、平坦切りしなくてもいけるかなというところでございますね。で、こちらなんと賊3匹勝手に湧きました。勝手に賊湧きです。いいですね、こうやって行く手を阻んでもらいたい。賊がこちらの味方だ。待って、バリューとですね、キーが投与できない。おっと、栄冠は捕獲だ。捕獲の栄冠を捕獲してやったんだ。その栄冠どういたしましょうか。当該とはなんか相性が悪そう。どうなってます。やっぱり剣を当該、その当該が連れてきた。なかなか因縁感じさせますね、投与。そりゃそうでしょうね、納得いかないでしょう。じゃあ捕虜。死者が面会を望んでいます。義の収支は何でしょうか。なんか2人ほど捉えてる気はするが、バリューとヒー、そんなはした金で返すか、バカ者が。おととい来やがれとはこのこと。さて、残りの3部隊こちらに回ってきますね。ゴーを煮やして回ってくるつもりで、まだまだ登ってくるのか。定常をとりあえず取ろうという、そういうつもりでしょう。だが治安はすでに26。ここもですね、勝手に賊湧きそうですね。この尺はもう取る気なくしましたね。ここに至っては取らないという選択をいたしております。クシャーナの施設戻りまして、あれ、ああ、もう一回アシュラ人もらえるんだ。900台でも1000じゃなくてもいいんだ。そして金7100増加。これね、ずっとやんなきゃダメだ。これもうどんどん減るもん。さて、現状確認いたしましょう。人材ですね、投与。今、11月下旬でしたね。来月下がると思いますが、どうでしょう。エイカンダメ。バリューダメ。まあ、97はね、大体ダメですよね。人によると思いますけど。いるのかな、これ。あれが。ないですよね。配偶者なしだから。下げれば取れるはず。いけますね。まあ、あとはここら辺いっぱい来てますけど、もう石岩がいつでもめくり返せる状態、賊も勝手に湧く状態なんで、まあ問題ないでしょう。ここはホイホイできるポイントだと思いますね。ただ私たち7日目にですね、城を取らなければいけない。ここが非常にシビアなところですね。ほんとノルマの設定がですね、ちょっと毎回きついなと途中で思うんですが、攻守はこんな感じですね。維持しながら敵を囲んで兵站を切って倒しております。さて、兵士ですね、157,000、1万ぐらい増えましたね。で、どうでしょう、将兵も結構いそうな気がいたしますが、部隊の負傷兵は全然ありません。都市ですね、見てみましょう。都市、軍事、あんまりないな。まあ全部合わせて16万はあるというところでしょうか。義は195万増減だし、こんなところでございますね。
我々ちょっと今になってですね、物資の少なさ響いてきておりますが、負傷兵ガンガン手に入れられそうな感じはいたしております。余計なことをしない方がいいかもしれない。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。またね。